おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようござい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 ます。お答えをさせていただきます。祖父役平泉成さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。性格の変わるケイちゃんのところにお願いします。お母さん役藤沢愛真さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。姉ちゃん、これから CM の撮影始まりますけど、うん、意気込みの方どうですか？あの、いっぱい食べて、いろんなところつけて食べたいなと思います。本当頑張ってください、うん、ありがとうございます。頑張ります。はい。お孫さん役長尾優乃ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1年ぶりに大きくなったね。はい、はい、大きくなりました。はい、本番。本番よーい、はい。お、来たなぁ。おいでおいで、よく来た。よく来たね。はい、めっちゃ OK でしたね。お、来た来た。はい、よっしゃい。よく来たね。自然だよね。本当に最初からこういう写真。お、そんなふうになりたい。おばあ、おばあ、よーい、はい。こっちね。もちろんさ。これなんかタン塩、焼肉のタン塩。藤沢愛真さん、長尾優乃ちゃん、平泉成さん、オールアップです。よろしくお願いします。もう本当にポテトチップスの CM はもうポテトチップス大好きなので、もう毎日毎日もうポテトチップス食べたいです。どうしたらこんな風に喋れるの？いやいや、勉強させてほしい。弟子でくっついて、うん、ずっとついてって勉強させてもらおうかしら。ありがとうございます。見どころは、うん、おじいちゃんたちのお家に行って、うん、ポテトチップスを食べるというほっとりとしたお話なので、うん、ぜひポテトチップスを食べながら見ていただきたいです。あ、そっか。100点満点の答え、ありがとうございます。ありがとうございます。藤沢さんとしては久しぶりに優乃ちゃんとお会いしたと思うんですが、はい、もうどうですか、あの頃から見ると。そうですね、当時も1年前もしっかりしたお嬢さんだなと思ってたんですけれども、一回り大きくなられてよりしっかりして、本当にみんなのことをいつも笑いで盛り上げてくれて、で1年前の天真爛漫さもそのままに成長されていて、本当に素敵だなと感心しております。印象に残ったシーンは、うん、平泉さんと一緒に、うん、ね、一緒にポテトチップスをパリッと食べるっていうのがすごくね、うん、印象に残った。たくさん食べましたね。うん、印象に残った。いやー、8共演なんだけど、よろしくお願いしますって言われてね、まあそのご挨拶の仕方がね、まあなんともちゃんとしてるね。僕らじゃとてもできないぐらいにきちっとしてね、ご挨拶してくれてね、いやこの子は頭のいい子だなと、いつもテレビ見ながら、うわおしゃべりもすごい上手な子だと思って、まあ、一緒になったら今度はどうやったら
あなたのように上手におしゃべりができるようになるのかと、それを今日は聞いて帰りたいと思ったんですけども、まあ、そんな時間もなかったもんですから、いやーまあでも、まあ、忘れられない、の CM になりましたね。はい、印象はすごく優しくて、私がしゃべるとニコニコしてくれる優しい人ですね。あそこでね、あの外から入ってくるところのね、靴を脱ぐシーンをね、人に言われなくてもね、何度も自分で自主トレしてるんですよ。いやすごいなと思って、あ、こうやって人に言われなくても自主トレして、おそらくきっとセリフもそうだし、朝になったら覚えてるって言ってましたからね。はい、いやまあ努力がゆのちゃんを作ってるんだなと思いましたね、今回は。はい、ゆのちゃん、そういうことって誰から教わるんですか？襲われたとかじゃなくて、そういう癖が出ちゃったんですよね。癖が出ちゃったんですか。そういうタイプになっちゃって、なんでかわかんないんですけど。いや、せいさんもそのタイプにあやかりたい。なってるじゃないですか。いやいや、セリフがなかなか入ってこなくてね、ゆのちゃんのようにできなかったりする。いつもテレビ見てるんですけどね、はいはい、その時はいつもセリフとかうまくやってますよ。もう必死に練習してやってんの、必死にね、お風呂入ってもセリフの勉強、トイレ入っても歩いてても、もう何やっててもセリフの勉強、ずっと繰り返しながらやって、やっと現場へ行って、それであれなんですよ、ゆのちゃんみたいにね、朝目が覚めたら覚えてるなんてさ、そうなりたいなと思って、藤田さんどうですか、こんなゆのちゃんを聞いて。そうですね、私も娘が2人いるんですけど、ゆのちゃんよりちょっと小さいんですけど、数年でこんなになるかって言ったら全然想像つかないぐらい、本当にしっかりされて偉いね。ありがとう。なんでしょうね、日常で幸せを感じるとき、まあ、晩ご飯の時にね、僕2階の部屋にいるんですけど、せいさんご飯よーって言ってかみさんに呼ばれて、階段を降りていく時にね、テーブル行くまでの間、これはまあとっても幸せを感じますね。あ、俺は幸せなんだと。それで缶ビールを開けて、ビールをカカカカッと飲んでね、まあその時ですかね。はい、一日終えて家族と添い寝する時ですね、娘が2人いて、両脇に娘たちがいて、今日あったこと、どんなことあった、とか、そういうお話をしながら眠りにつく時ですね。そっか、ありがとうございます。ゆのちゃんはいかがですか？はい、私は、毎日ですね。一秒一秒幸せですね。朝起きるのが幸せ、朝ご飯食べるのが幸せ、それに学校行けるのが幸せ、それに勉強できるのが幸せ、中休み行けるのが幸せ、それに給食食べるのが幸せ、それに帰れるのが幸せだし、あと寝れるのが幸せ。いやー本当にもありがとうございます。全然本当に なりたいね、あやかりたい、本当に。僕なんか今日の CM の撮影も幸せを感じました。はい、めっちゃ幸せを感じましたね。はい、素晴らしい。もうポテトチップスを食べたいのが幸せ、それにCM をできるのが幸せっていうのがすごく幸せです。ありがとうございます、本当に。爪の赤煎じて飲みたいですね。ありがとうございます。いい話聞かせてもらった。ありがとうございます。私はやっぱりのり塩です。はい、でどんなシチュエーション、どんな時に食べるのが美味しいなと思いますか？私は本当のことなんですけど、学校帰ってきて、宿題を全部終わらして、でそれから宿題終わってからテレビをつけてカリッといく感じですかね。本当の話なんですよね。本当に本当にのり塩があるので、家にいっぱいあるので、本当に取ってパリッといきますね、本当に。ありがとうございます。私も実はのり塩がファンでして、そうですね、娘たちとおやつの時間に一緒になってパリッと美味しいよね、いただいてます。
ありがとうございます。平泉さんはいかがでしょう。僕ものり塩、ガーリックも悪くはないなと思いながら、まあのり塩で孫たちが食べてて、生産入っててくれるのをパクッと食べる、この時は美味しいですね。いや本当、あとはあの夜だとちょっと子供たちのやつを勝手に取ってきてビールを飲みながら、ビールのおつまみにキャッと食べるのが、これは幸せですね。美味しいですね。私は今7歳なので、1962年にこれが作られたっていうことで、うん、今もとあの書いてたので見たんですけど、うん、今7歳なので、うん、全然違うなと思って、うん、私の全然倍がいっぱいあるのでね、うん、だから絶対あのねお母さんたちとかね、うん、あとはねおじいじいじとかもあると思うので、今聞いてあそうなんだと思いましたね。私も今平井さんのじいじ、じいじが18歳の時に誕生したんですよ。そうだよね、本当、あそうですよね、うん、何歳ぐらいから食べました。そうね、子供ができてからかな、うん、子供に買ってきたやつをちょっとこう食べるようになった、うん、私はやっぱりポテトチップスですかね、うん、はい、ポテトチップスですけど、ものじゃなくてもいいですかね、はい、このものじゃないんですけど、私はこのね小池屋さんのポテトチップスを作るあの工場に行ってみたいですね。おお、そうか、今カメラに向こうにいるクライアントさん大喜びですよ、本当にぜひ来てくださいっていう顔、ぜひお待ちしてます。行きます、ありがとうございます。行ってください。ありがとうございます。伊沢さんいかがですか。ゆのちゃんの素敵な答えの後にちょっと答えづらいんですけど、私も食いしん坊なので、あのポテトチップスももちろん食べ物と、それから現場が終わった時にいただく花束、やっぱりとっても嬉しいですね。今日もありがとうございました。ありがとうございます。じゃあゆのさん、やっぱり僕もあの部屋いっぱいのポテトチップスですもらったら嬉しいですね。部屋中にいっぱいあるやつ、なるほど、はい。じゃあじいじから最初に聞いてですか、うん、はい、あの、うん、今あの平泉さんは、うん、今大人じゃないですか、うん、大人でしょ。子供のとは言いませんけど大人ですから、はいはい、子供の時あの、うん、からあのなんかやっといた方が良かったなとか、やっといて良かったなっていうことってありますかね。あの教えてください。勉強、うん、あんまりやってませんでしたから、やっとけば良かったなになっちゃってますけどね。あとはまあ、 あの健康な体を作っていろんなことにチャレンジして、いろんな経験を積むっていうのは、まあ、もっとやれてたらよかったかな。でも全然答えになってないね。全然もういいあの、うん、答えになってますね。あ、そうですか、ありがとうございます、うん、ですね、そうですね、あのお友達を作ることはなんか年をだん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 一緒に大人になって何でも相談できたりお話できるお友達がいると、なんか人生豊かで楽しいなっていう気持ちなので、うん、お友達を大事にってところですかね。ありがとうございます。お二人ともありがとうございました。